チョコフレークの感想。温かいところに置いておいたのでチョコが少し溶けていたが、とろっとしてて美味しかったが、袋に少しくっついちゃったし、手がベトベトしちゃったワン。デリシャース。ゼリーの感想。1時間かけて食べた。みかん3個、白い桃1個、黄色い桃もだー1個、パイナッポー2個、ゼラチンたくさん味わってのんびり爽やかだったー。カレーラーメンの感想。カレーが飛んだらにゃんなので服を取り替えて食べました。89g でしたが、とても食べ応えがありました。インド。次はなんかよくわからない食べ物の感想。ドス。とても良い香りドス。あんこは滑らかで上品ドした。桜の葉のシャキッとした感触ドスと、ふんわりとした皮の対比が楽しめましたドス。あずぜん、あずぜん。16個で3400円や。にゃ。静かな曲聞きたいな。音が鳴ってるのに鳴っていない曲をね。音と完全に一つになって